どうも、島田秀平です。始まりました。島田秀平のお買い運巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。前回ですね、見逃すな幸運のサインということで、まあね、日常生活の中でこんなことが起こると縁起のいいサインなんですよっていう話ね、いくつか紹介させていただきました。例えばね、まあ、茶柱は有名ですけど、ゾロ目をね、生活の中でよく見るとか、 なんか、電化製品が壊れるとかね、大切なものをなくしてしまうとか、眠っても眠っても眠いとかね、まあ、いろいろね、えーまあ、そんな話をまとめて紹介させてもらったんですが、えー、今回ですね、幸運のサイン、パート2ということで、えー、意外な、こんなこともですね、実は幸運のサインなんですよっていう話紹介したいと思います。それはズバリ、えー、虫。<laughs> 虫なんですね。 いやーなんかもう虫苦手とかいう方ね、いるかもしれません。あの、でもね、虫が寄ってくるとか、あの虫をね、こう近くで見るとかっていうのは、実はこれ嬉しいサインと、まあ、スピリチュアル的には言われているんですね。この時期ね、あのセミなんかもミンミンミンとこうたくさん鳴いてまして、あの鳴き声だけでも嫌だなー、暑いなーと思う方いるかもしれませんけども、セミをですね、こう近くで見るとか、セミがね、実際近づいてくるというのは、これあの、非常に嬉しいサインなんですね。 何かって言いますと、まあ、セミというのは長年土の中で過ごしていて、で地上に出てきてね、まあ、すぐ命を落としてしまうんですが、セミというのは、えー、死と再生の象徴と言われているんですね。なので実際にセミを見たりすると、これは実際ですね、生活の中で長年滞っていたことがガガガッとこう大きく動き出すサインとか、 リスタートっていうね。まあそういった、えー、ことが起きる。まあそんなね、えー、まあ予兆とも言われているんですね。なので今悩んでいる方、えー、セミなんかをね見かけましたら思い切ってチャレンジしてもいいのかもしれません。で、さらにセミの抜け殻。抜け殻ありますよね。小さい頃こう集めたりなんかもしましたけども。抜け殻と言いますとまさに、まあね、一皮むけるということで自分自身が成長する。 あとは自分がやっていることが成長するというね、どんどん花開いていく予兆とも言われていますので、楽しみにしてほしいと思います。まあ,あ、昔からね、行けすかないやつのことを虫がすかないやつなんて言ったりもしますが、逆でね、虫が近づいてくるとか、虫から好かれる人というのは、運気が上がっている、まあ、いい状態とも考えられているんですね。で、あの、虫、他もね、あの、まあ、いいサインが多くて、例えばトンボ。トンボというのは、勝負運上昇のサイン。 あとは、まあね、えー、天灯虫。有名ですね。幸運の象徴とも言われています。えー、さらに、えー、まあ小金虫。というのは、まあ字の通りですね。金運上昇のサイン。えー、あとはですね、蜂。蜂というのは繁栄の象徴。今やっていることがどんどん広がっていきますよ。まあ、そんなね、えー、サインとも言われています。ぜひね、楽しみにしてほしいなと思いますで。そんな中ですね、蝶々。というのがね、少し面白いんですよ。 まあ、蝶々というのは、まあ見かけたり、近くに寄ってきたり、あ、最近新めにするなとっていう時はですね、まあ自分の生活で転換期を迎える、ターニングポイント、なんていうふうにも言われているんですね。なのでまあちょっとね、勇気を出して、はい、自分がね、こう、楽しんでいける方、ワクワクする方をね、選んで、もう後悔せずにね、本当こうね、頑張っていきましょうというサインだったりもするんですが、もう一つ蝶々って意味がありまして、 あの町長というのはですね、えー、亡くなった方が会いに来てくれているというサインとも言われているんですね。はいまあ、これはあの30代の女性の方が体験をしたお話なんですが、この方ですね、えー、子供の頃から結婚するまで、ずっとあのお琴の方を習っていたそうなんです。で、このまあお琴の教室っていうのが、まあ、あの家元のね。もうおばあちゃんのね。 大先生、大先生っていう方がいらっしゃって、その方に師範の方が何人もいる。で、お弟子さんがたくさんいるっていう、もう大助隊なんですね。で、この大助隊が年に一回、あの演奏会で一堂に返すんですって。で、これあの、大きなホール貸し切りまして、でね、あの、生徒さんたち、あとは一般の方たちなんかを見る,くるっていうね、もうすごく大きなことの演奏会が、毎年毎年開かれていたそうなんですね。で、何年か前です。この家元の あね、おばあちゃまがです、ね、亡くなられてしまったという年この年も演奏会が開かれていたんですがこの時ですね不思議なことが起こったそうなんですねまああのずっとねこう舞台の方ではいろんな曲いろんな生徒さんたちがね演奏を続けていく中その家元の先生がですね、まあ、生前とっても好きだった曲が演奏されたという、まあ、そんな時間があったそうなんですねでその時に、まあ、客席の後ろの方から 一頭の蝶が、ふわりふわりふわりとこうね、ステージの方に飛んでいくそうなんです。まあ、大きなホールですからね、入り口の扉。でさらにはね、まあ、そのホールの扉っていうね、まあ、二重に扉がありますが、そこをくぐり抜けてくる。不思議だなーなんてことで皆さん見ていたそうなんですね。でさらにまああの曲の途中ですから、 でホールの扉が開いたという気配もない。なんで蝶が迷い込んできたんだろうなーってことで不思議に思いながら皆さん眺めていた。で、その蝶々が舞台の方まで飛んでいったらふーっと見えなくなったそうなんですね。まあ、こんなことがあったんで、ね、この演奏会終わった後にですね、そういえばさ、あの曲の時に蝶々見えたよね。ああ、見えた見えた。うん、そうだよね。不思議だったよね。皆さん目にしていた。不思議ですよね。 ただこの時ね、もっと不思議なことがあったんです。何かって言いますと、この蝶々が見えていたのは生徒さんたちだけ。一般のお客さんたちには見えていなかったという、まあ、不思議な蝶の存在が、そのね、日、姿を表したということなんです。もうみんなね、怖いっていうよりも、ああ、もう、大先生が見に来てくれたんだ。今もね、見守ってくれてるんだという、もう全然怖いという気持ちもなくね、ほっこりとした、 あったかい気持ちになったという話聞かせてくれました。なんでですね、皆さん。まあね、この虫の知らせ。まあね、虫はいろんなね、あの、サインがあるかもしれませんが、蝶々がね、近づいてきたとか、蝶々を見かけたという時にはですね、皆さんそれぞれのですね、えー、まあ、旅立ってしまった方にね、思いを馳せて、そっとね、手を合わせてみてはいかがでしょうか。であの僕自身もこれね、経験したことがあって、 ブランですね、あの愛犬の,、ね、あのフレンチブロックの,、ね、あのブランがですね、あのー、散歩してたんですね。で、このブランっていうのがですね、14歳なんで、14年前に、まあ、こうお店でこう出会ってね、うちに来たというワンちゃんなんですけども、その時にね、あのー、うちの,この、まあ、妻の、また、あ、当時まだ結婚してなかったですけど、妻の妹もいましてね。で妹もなんかこう ペットを迎えたいなっていうふうに考えてたんですが、当時まだワンちゃんが飼える環境じゃなかったんであの、うさぎちゃん、真っ白のね、ブランとね、もう同じようなこう真っ白なうさぎちゃんをですね、妹の方は、あの、家に迎えたんですね。なんであの、もうそこからはうちのブランと、まあそのうさぎちゃん、ブーちゃんっていう名前なんですけども、本当にこうね、うさぎと犬なんですけど、兄弟みたいにこう育っていってっていう。で、今からもう6、7年前ですかね、 やっぱりうさぎちゃんの方が寿命がね、やっぱり短いので、ちょっとその妹の方から、ああ、最近体調良くないんだ、なんて話を聞いてたんですよ。で、そんなある日の朝ですね、いつものようにこう、ブランのことをね、連れて散歩をしてましたら、突然ね、あの、ブランがもう聞いたことがないような鳴き声で、本当にこう、寂しそうな、悲しそうな、うーん、っていう,ような鳴き声を一つをね、あげたんですね。でえ、ブラン と思って見たところ白いねがねがひら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 とこう飛んでったんですよ。で、なんかその瞬間に「あもしかしたらね、あのブランと兄弟みたいに育ったねあの真っ白なうさぎのブーちゃん,うん旅立ったのかな」なんて思いましたら本当にすぐ電話がかかってきまして「今ね息を引き取りました」っていう連絡がありましたね。ただきっとねあの最後に 兄弟のようなブランにね、えー、挨拶に来てくれたのかななんていう経験もね、まあ、しましたけども、まあ、もしかしたら、町、ま、長、あ、というのはそういったね、まあ、意味もあるのかもしれないなというふうに思いましたね。はい、一応あの、そんなブランの話もあるんですけど、ブランが亡くなりましてねあの、8月の10日に、そうなんですよあの。ずっとね、結構ここでもそんなね、あの話もさせてもらってたんで、ちょっとね、まあ、あのここで、 皆さんにもちょっとね、報告というか、ね、ちょっとなんかお伝えしたいな、なんて思いまして。でもね、あの、14歳で、あの10、10、歳になった時、4年前にね、あの、急にふらふらして、痙攣を起こして、えって今までね、見たことなかったような状態になったんですけども、で調べたらあの、脳の腫瘍ができてるっていう。で、そこでもう本当はね、えー、もう、ダメだってところだったんですけども、手術っていうか、まあ、放射線治療で、 まあ、そこから治って4年間頑張ってくれたんでね、なんか本当にもう大往生っていうか、まあ最後は眠るようになくなったんですけどもね、あの、またきっとね、こう、蝶々みたいな感じになってきてくれるのかななんて、まあ僕もね、楽しみにしておりますが、あの、まあね、結構ここでもあの話をね、させてもらってたんで、皆さんもちょっとね、いつも気にかけていただいてありがとうございました。というわけでなんかちょっと最後、あのー、急に話変わってしまいましたけども、今回は幸運のサインというね、話、紹介させてもらいました。ありがとうございました。 今初めて聞きましたねそうですね。8月10日,10日で、まあ、本当に大往生というかだからもうなんか最後1週間っていうのは日に日にやっぱりこう弱っていって自分で立てなくなってで自分でご飯も食べられなくなってただなんかこうねこう口の中にご飯運んでとかで水も自分で飲めなくなってっていう感じだったんですけど。 まあでも本当に最後もねもう眠るようにっていう感じでお家でお家ですねもうみんな見守る中いやただねこれがねすごく、まあ、後悔というかああと思ってんのがその日うちにこう、まあ、いろいろみんなが来てですねみんなでちょっとこう出かけようっていう話をしてたんですよで普通にこうブランが寝てたんですやすやとであー寝てるなあと思って出かけたらその3時間ぐらいの間ですね帰ってきたら亡くなってたっていう感じなんで まあ、でどうも体勢もねずっともう出かける時と同じ体勢で本当に最初寝てるのかなと思ってしばらく気づかないぐらいだったんですけどだからなんかこう、みとってあげることはできなかったなっていうのは後悔とあと、出かける時に寝てるなと思ったんでだから最後にこうブランとかも、ね、声かけられなかったんでだから最後、一言なんか話したかったなっていうのはありますけどまあ、でも大往生ですね。ブランちゃんも 家族のみんなが見てるとねあれだから心配させたくなかったからっていうのもあるかもしれませんうでね、うん、でもねあのブランちゃんのその研修で14歳っっってってて本本当当に大ででですすすねね、そうう頑張くれたい感じちなみに、あのー、昨日なんですけどねちょっとまあレギュラーでやらせてもらっている長野県のロケがあって、はい、今あの多肉植物 がすごく流行っててそこをなんかこう栽培して家でこういろいろね育ててるって方たちのことを「タニラって言ってもすごくこういろんな方が増えてるんですあのコロナ禍で一気に増えたらしいんですけどもでそういう方たちを取材してたんですよ。とにかく多肉植物って僕も今まで知らなかったんですけど本当にいろんな形があってすごい愛嬌があって可愛らしいんですね。 だってやっぱり育てやすいっていうメリットもあって、今広まってるらしい、人気もあるらしいんですけど、そんな中ね、あの、島田さんも一個どうですかこれおすすめですよって言われたやつが、あの、エビス笑いっていう、めちゃくちゃ名前いいじゃないですか。ね、エビス様で笑いってね、笑う方で吹くきたるって言いますけど、エビス笑いっていう和名の多肉植物がありまして、 それがね、あのもう、パッと見た瞬間、もうブランちょ <laughs> 写真ちょっと、今うちにこんな感じでね、あの今飾ってるんですけど、まあその、まあいろんなこれも形があるんですけど、そこで僕が目にした、このエビス笑いが本当にこうブランが笑ってるみたいな形に見えたやつで、で今ね、そこからあの葉っぱが出てるんですけども、これがね、あの、運がいいと年に1回、 数年に何回かあの黄色い花咲かせるんですってああ,あ,あそれ花咲かせたらいいなと思って今あのそれ即購入して、うん、今うちにね今あのそのエビスワライがいますけどねはいブランちゃんがまだいるっていうことですもんねああそうですねうん、うん、じゃあそのエビスワライの多肉植物を見てブランちゃんにしゅが見えたってことですかあのなんかこうあっ でその見た瞬間何か,か今家に、うん、でもすごいなんかあの実際観葉植物ってよくね、まあ、あの海洋につながりますよとかあっのガジュマルとかねあとこう金のなる木とかいろいろありますけど恵比寿笑いっていうのも愛嬌とかあの家族円満とか、うん、そういうなんかすごくいい意味があるらしいんでじゃあその多肉植物はみんな 悲しまないでねっていうブランちゃんのメッセージと家族仲良くねっていうメッセージがあるのかもしれないですよね,ね。ね。でこのタイミングでまたね、そうなんか出会うっていうのも。うん、いやそんな中本当今日は動画あの撮影してもらってありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。うということで皆、えー、さんもぜひね幸運のサインいろいろあると思いますが見逃さずにですねはい、えー、生活していただきたいなと思います。島田周平のお開運メでした。ありがとうございました。